河野さん先ほどおっしゃったような、まあ、あの広告料があるからその新聞は書かないできたというあの、まあ、趣旨の批判というのは非常に、いただいていると思うんですが、あのテレビは私知りません。あの、民間放送の世界はちょっとわからないんですけれども、あの現場にいた感覚でいうと、その広告料があるから書かないとか、あるいは広告料があるから書けという形であの指示をされたことというのはないんですね。あの皆さん想像されている以上に、その経営とあの編集の現場というのは、まあ、少なくとも、まあ、うちの会社の場合はかなり隔絶している。だけどあのじゃあなぜその ほとんどその批判的報道が なされなかったのかというのは、これは、まあ、あの他の事例からの、まあ、推測ではあるんですけれども、やっぱり一種あのきつい言い方をすると自己規制、自分で、これ要するにあの誰かから言われたんじゃなくて、あの面倒くさいことは書かないっていう、それはね、あの科学的に言うとすごくあの、簡単なことなんですよ。要するに面倒なことはなるべくしないで、こういわゆる落としどころが決まってるところに収めちゃおうっていう、そうするとですね、後で文句言われないし、上からも外からも何も言われない、楽なんですね。で私あの支局でデスクもこの間までやってたんで、その感覚もすごく分かってき、ました。で特にあと民間会社 その批判的ものを書くっていうのは、これすごいエネルギーがいるんです。逆に言うとあの役所とかですね、あの政治家の方を批判するっていうのは、ある意味 あんたたちあの公僕だろうっていう形でですね、まあ、あのかなり安易な批判ができてしまう。だけど民間会社を批判する記事を書くとですね、やっぱりあの向こうは営業してますから、もう必死で反撃してくるわけですね。だからよっぽどこちらを固めていかないと、やられてしまうという緊張感が ある。だからその安易にその民間をこう批判するようなことをやるんだったら、まあ面倒くさいからちょっとこれはっていう心理になりがちであるということはすごくあると思います。で、その一種事なかれ主義とかですね、我々もその批判するんですけど、でそれは多分他の保安院だったり東京電力だったり、いろんなところにもそういう心情がこうあって、でそれはその、僕らの、マスメディアの中にもやっぱりそういう心情があって、そこはだから誰が、まあ、もちろん河野さんおっしゃったように、そのメディアがどういうふうに、これまで報じてきたか、あるいはそのどういう外部との関係性があってきたかって検証をしなきゃいけないと思っています。ただ、これは、メディアの問題、一人メディアの問題じゃなくて、多分この国全体の組織論みたいなところなのかなって思って、ちょっと後でこの、新聞記事の中にですね、日本の原子力開発予算がずっと世界各国に比べてですね、非常に7割ぐらいがエネルギー開発予算の中でこう出し続けられて、他の国がこう非常に柔軟に予算を切り替えている中で、日本だけがずっと硬直的に原子力に大変な金を投入しているというグラフがあるんですけれども、それもやっぱり一種こう固められたもう構図があって、でそれに従っていれば波風立たないからいいやっていうものの積み重ねなんじゃないのかなと僕は思っています。はい、自己規制の問題ってのはもうみんな賢いもんですからね、ついつい私も NHK に言いましたけど、ね、波風立たないようにうまく収めるというのは技術の一位なんですね。そういうことでみんなやってるところもあります。まあ、それは感想なんですけど、でそれ、まあ、その積み重ねがどうなっちゃうかっていうところについてはなかなか難しいところですね。でさっき草川さんがさっきの時におっしゃったことですけども、自分で判断して現場に入るところができるかどうかっていうね、そういう問題っていうのがあると思うんですけど、大体一番最初に私発表ジャーナリズムに発表報道に偏りすぎてるっていうことを知ったんですが、今のジャーナリズムの組織の中でですね、自分の判断で現場に行けるような能力のある人を育てていない、あるいは組織の中にそれだけの余裕を持っていない、非常に厳しい労働条件ということもあるし、それからどんどん転勤があるとかですね、そういったことも含めてなんですけども、なかなかその専門家っていうのを育てていく
何ていうかこう意義がない、環境がない、まあ、これがねやっぱりあの一人一人の問題を超えて大きな問題だろう。これがあの原子力報道で今回の福島の問題で非常によく現れたんじゃないかと、そういう気もします。でやっぱりあの、そういう時にまあ何ていうかな、経営とかあのお金の問題で言いますと、そういう人をこう養っておくってことはマイナスなんですけれども、ジャーナリズムっていうのは本来そういう人がいないと成り立たないというところもあるわけで、やっぱりあの自分で判断して現場に入っていけるような人材を組織の中で養成していくような方向で、まあ、現役の方も難しいことは100も承知ですよ。だけどそれをやらない限りね、あの本当にこういい報道ってのはできないんじゃないか、現場の方にはぜひそういうことを考えていただきたいというような気がするんですけど、いかがでしょうか。あの実はあの私もそれをあの周りの人に言うようにしていまして、私自身あのチェルノブイリの取材で結構近くに行って実際に線量計が上がってくるというところを行ったことがあるんですが、やはりその実際にそういう場面に立ち会わないと今回みたいなところでどこまで行けるのかということはなかなかわからないのかなというふうに思います。で、ただちょっと私はあんまり喧嘩言っちゃいけないんですけども、やはりそういうやる必要があるかどうかということについては、やはり原発というものがどれくらいのリスクを持っているか、潜在的なリスクを持っているのかというのをやはり、まあ、知らなくちゃいけないのかなと。それがないとこのなぜその育てる必要があるのかというのがわからないので、まあ、今回は状況が変わったとは思うんですが、すみません、あまり喋っていない。それで、このですね、過去の記事ですね、この、その記者の教育という点で鎌田さんどういうふうに考え、はい、まずちょっとその小井戸さんのお話に関してですけれども、あのまさにやはりその現場で入って自ら足で入って取材するというのはとても重要だと。それはあの先ほどの大本営発表からいかにその、を防ぐ、大本営発表 の, その垂れ流しをいかに防ぐのかというところと関わっている。であの原発原子力事故というのは今回のような場合というのはあの現場あの火災や交通事故などと違って現場になかなか近づけないので、会見場が現場になってしまうわけです。でそれだとまさに大本営発表を垂れ流すという構図に陥ってしまうと。ですからやはり、まさにその警戒区域の中に入れるかどうかというところが非常に重要な、そのジャーナリズムとしてのその声明であるということは肝に銘じなきゃいけないというふうに思います。それからその記者の教育ということですけれども、あの、まあ、小池さんの話にもあったんですけれども、あの今回我々あの痛感したのはですね、あの専門記者がすごく少なかったということです。それを裏を返すと、この事故がいかに大きかったかということであるんですが、あの例えば我々科学部は総勢40人ぐらいの所帯 でその中で原子力を経験している記者は、数人ぐらいでした。多くはあの外に、まあ、移動で外に出てたりとかですね、海外に行ったりとかということで非常に少なかった。で立ち上がりが非常に影響した。それから原子力だけではなくて、もう一つの人体 の放射線の被曝の影響とか放射線量の読み解きですね、そういうことができる記者が、これもやはり少なかった。あの主に我々 の部の中ではそれは医療を担当している記者が担ったんですけども、医療っていってもその、まあ、臨床医療から基礎医学まで非常に幅広くて、放射線の影響を専門にしている記者っていないわけですね。ということでもうあのまさに OJT みたいに、日々勉強しながら報道しているというような伝えを取らされました。でこういう状態でまた同じような事故が起きたらですね、また同じ過ちを繰り返してしまう。ですから専門記者はどんどんその育てていかなければならないんだけれども、一方でそのマスコミは非常に厳しい経営環境にあると。その中でどういうふうにしているのか、人員が削減されているコストカットを迫られているという中でどうするのかというのは非常に大きな問題で、私はあまりその楽観的には考えられないなというふうに思います。ただその中であり得るのはやはりその科学部だけじゃなくてですね、記者一般に
その原子力や医療に対するその科学リテラシーというものを、どうしても素養を養っていくような基礎教育、それからもう一つは今回その放射線の人体影響ということについて非常に問題が大きな問題が提起されたわけですけれども、そのリスクに対する、感覚、しかもその放射線のようにそのリスクが確率的であってよく見えないような、そういうリスクに対してですね、行動がどういうふうにその接していくのかというそのリスクに対するリテラシーというものを記者一人一人が持っていくと、そういうその記者教育というのがやっぱり必要なのではないかというふうに思いました。逆に河野さんに伺いたいんですけども、何かその報道の方でこういうふうに工夫したらいいんじゃないかということはありますか？今回の福島の原発事故というのは、事故が起きたのは民主党政権、事故の対応したのは民主党政権ですけども、そこまでこの体制を作ってきたというのはやっぱり自民党だと思うんですね。そうするとその自民党、最初に原子力ということを始めた時には確かにそのエネルギー危機にどう対応するんだというところで、真面目にやってきたんだと思うんですが、明らかにどこかの段階でそれが変質して利権になってきて、その核燃料サイクルもいろんなところで問題があるんだけども、それを見ないで突っ込んだというのはやっぱり自民党として反省をしなきゃいかんと思います。で、それは事故の直後にそこまでの報道と言ってもそれは無理だと思うんですが、事故が一段落してからその政治の意思決定、あるいは何で間違ってるのが分かって、うすうすみんな分かっているのにかかわらず、電力会社ですら再処理はやめにはいかんみたいな話を2002年から2004年にかけてやっていながら、やっぱり再処理工場に突っ込んだ、そこを検証しなければいけない。今我々自民党も特命委員会でその検証をやるやらないで揉めてますが、むしろメディアの方も一体全体なんでそこがそのまま検証されずに来てしまったのかというところをもう少し突っ込む必要はあるんだと思うんですね。と、ですね、この原子力の報道というのは問題が2つあって、1つは現場を知らない記者がどう現場に突っ込んでいくかということと、もう1つの問題はこの政策が止められなかった。50年の歳月をかけて何兆円のお金をつぎ込んで、もんじゅうこの状況で、あと40年は高速増殖炉できませんという、明らかにおかしいだろうと誰もが思っているものが、その全然そこで報道をされない。だから事故が起きていろんなところでしゃべれと言われてしゃべると、その核燃料サイクルって使用済み核燃料からその再処理からプルトニウムから高速増殖炉からどこをとっても辻褄が合わない状況になってますって言うとみんなびっくりする。それが報道もされてこなかったし、自民党の政治家ですらそんなことを知らずに原発がないと電気が足らない、まだ二の天気にそう言ってる方が結構いらっしゃる。だからそのなぜこういう状況になっちゃったかっていう検証をぜひマスコミには、でその中にはマスコミも当然入るんだと思いますが、まずその政治がなぜ間違ったかっていう一番の幹をやっぱり切り込んでもらわないとダメなんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。第3のテーマにこうかかどうしても